はい、今日もなったと百姓天国、本日は2022年8月15日、さあ夕方になりましてね、ちょっと涼しくなってきまして、ようやく動きやすくなってきましたが、もう今日はヘロヘロでございます。限界を超えつつありますさあ、先日ね、植えたばっかのズッキーニくんですが、どんな感じですかね。はいね、枯れてはないですけど、一回ざっと雨が降ったんでね、あれですけど、ズッキーニもね、多分ちょっともう取れなくなってきているんですよね。だらだらとあるかな、明日出荷ですけどね、ちょっと確認してざっと見て、実つきはあんまり良くないですよね。やっぱり真夏は取れないんですよね、ズッキーニくんっていうのは。はい、ダメかもな、明日ズッキーニないかも。いや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 、だったらもう取れないんだったらモアで吹っ飛ばしちゃうんですけどね、またね。ちょっとね、草の管理もこうやってできなくなっちゃったんでね、その辺も影響あるんですけど、やっぱほとんどないな。さあ何やってるかと言いますと、ちょっとね、かぼちゃの収穫含め、ね、もうそろそろ取れてきてるの、できてきてるのでね、そうめんかぼちゃと明日出荷の葉グラウリをね、取りに来たんですけど、よいしょ、よっこらせとね、そうめんかぼちゃそこそこできてるんですよね。うわ、でもあれか、この売り系がちょっとね、ちょっと溶けてきてるから、これも早く取らないとダメですね。そうめんかぼちゃがようやくね、ちょっと出せそうですよね。よかった。最後ね、秋にもう一回作ろうとして、それがうまくいってよかったですよね。おお、よいしょよいしょ。あとウリですよね。なんかちょっと不思議な形なんですけど、こういう種袋に移ったのはこんな感じではなかったですけどね。よいしょ、これでいいんでしょうかって感じですが、よいしょ、よいしょ。やっぱりちょっと暑さであれかもしれないですよね。秋ね、そうめんかぼちゃちょっとこうやって出せるかなって、やっぱりそうめんかぼちゃは前半と後半と2回作るのがいいのかもしれないですね。はい、この辺ね、ちょっとちっちゃいですけど、あんまりでもできてないか、あんまりできてる感じじゃないですね。おお、これぐらいの大きさね、これぐらいの大きさだと助かりますね。よいしょよいしょ、もうちょっとですね、ここが小六状になってきてくれないと雪化粧かぼちゃね。ただまあ、ポツポツ取り始めていかないと、ちょっとね、焼けてきてますんでね。もうないか、ちょっと少ないな。ほっとけばまたできてくるんだと思うんですけど、今日とりあえずね、明日出したいので、よいしょ、そうか、ズッキーニがなくなっちゃったか。今週お手伝いの人がね、一人来てくれた時にがっつり取りますかね。力仕事はね、なかなかちょっと大変ですから、
はい、もうこの辺は取っていいですよね。もう完全にコルク状になってますからね。ということで8月15でやっぱりもう出来上がっちゃうですね。早いですね。千葉時代もね、8月末までには1回できるんですけどね、それで1回ざっと取ってきても、はい、こうやってコルク状にもう仕上がってますね。はい、これ感じね、いいですね。はい、ということでこの感じだとまあまあどうですか。30コンテナぐらいはありそうですね。まあまあまあですね、これぐらいの大きさだといいですね。で収穫してね、しばらくすると甘みが乗ってきますんで、本当はね越冬させたいんですけど、もう多分野菜ないので、9月の頭からもうこれ出していきますね。もう野菜ありませんね、今年はしょうがないです。はい、人様の畑にね入っていかないようにも、この辺こっち側から取っていきますね。これももうモアですっ飛ばしていかないと、おお、もう迷惑かけちゃってるんでね、へへへ、悪いことしちゃって。こうやってほらもうできてきてるでしょ。まだね、実がこうやってついてますからね。よいしょ、よいしょ。ここ来年のジャガイモになる予定なのでね、今8月じゃないですか。なのでもしかしたら、ね、12月頭の時点で、片付けられれば1月作付けに間に合うので、もしかしたら秋作なんか葉物かなんかでも作っても間に合いますね。ここの畑はまあまあでしたかね、まあまあ計算ができるそうだなという感じなので、はい、今週収穫を始めますかね。多分この感じいくと2、30コンテナにはいきそうなので、まあまあでしたね。はい、今日とりあえず1コンテナ2コンテナ収穫して、でもいつも言うことですけど、芯止めとかなんかね、剪定とかすればもっと増えるんですか。俺は一切やらないんで何ともわからないんですけど、よし、運ぶんが重いねこれね。よいしょ。でもね、こうやって今8月じゃないですか、9月の半ばね、10月、9月のあと1ヶ月ちょっとほっといても、またこうやってどんどんしばらく何回か取れるんですよ。この生きてますからね。はい、なのでね、よいしょ、よいしょ、よし、よし、よし、一輪車持ってくればよかったって話なんですけど、よし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 、いやズッキーニがね途切れましたね。ちょっとだけまたナスがねなり始めましたんでね、ナス明日出せる、ちょっとだけ出せるかなって感じで、いやなかなか今年の設定野菜は厳しいですね。よし、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 よし。後半戦の雪化粧かぼちゃはね、だからまずまず予定通りっていう感じなので良かったですね。これがなかったらもうちょっとね、今年かぼちゃほぼないってことになっちゃうんでね、これも片付けますか。片付けてキャベツか、秋冬のキャベツか白菜の場所にね、ここの畑はそこそこ使えるというかね、非常に土もそこそこできてる感じなので、いやーないな、ズッキーニ。 UFO はどうですか。おまけだけでも出せればいいんだけどな。やっぱり真夏はどうしても8月、この辺は出せそうですね。真夏はやっぱりどうしても途切れちゃうんですよね、ズッキーニ。真夏を渡って出すというのは多分高原野菜ね、長野とかああいうところだったら多分ズッキーニそのままずっと出せると思うんですけど、ないな、やっぱり。
片付けますか。でもほっといたら秋にまたできるってことはないかなと思うんですけど、どうですかね。よいしょ、はあ、今夕方ね6時回りまして、もうこれでね日が落ち始めますのでね、これで今日も私よく働いて、はあ、1日働いてね、こうやって夕方ね今日もよく働いたっていうね、一日ごとこうやってねリセットしていくというのが我が百姓農園というか、まあ百姓の暮らしでございますよね。今日は皆さん本当に暑い中お疲れ様でございましたね。本当にこうやって我々百姓は一日一日なんですよね。そしてまた明日朝頑張ってね起きて仕事に行くと、畑に行く、田んぼに行くね、それぞれがそれぞれの場所でもってね、我々は農地を頑張って管理していかなきゃいけないということでね、はあ、はい、とりあえず明日はなんとかなりそうですね。ちゅうことで、おお、はあ、すごい立派なウリがあるね。これでかいなね。でもなんか、うん、ウリを出すっていう感じでもないかな。どんな感じでしょうね。よいしょ、はあ、セミが鳴いております、ね、ということで、ああ今日も疲れましたね。はあ、はあ、よし、ということで以上でございます。後半戦の雪化粧かぼちゃね、あと後半戦のこのそうめんかぼちゃの収穫をしている百姓農園の動画でございました。いや暑くなりましたね。でも8月半ば、もうあと9月末までがねピークだと思えば、あと1ヶ月半ね、はあ、8月半ばまで来ました。あと8月末までにね、作付けノルマをこなさなきゃいけない。あと2週間ね勝負ということで、9月になればね1年で一番忙しい9月がやってきますね。もう待ったなしでございますね。9月にすべての大根の種をまき、白菜もすべて植え付けね、しなきゃいけませんということで、9月の末になればねちょっと落ち着くんですけどね、10月に入ると今度は秋冬のね、2月3月とかの越冬したあの葉物とかが入ってきますけどもね、で9月末の時点でねだいたいその8月9月作付けたものがねだいたいうまくいってるいってないの結果が一つ出ますのでね、9月末の時点で1回ね、今年は厳しいなとかね、今年はまあまあかなとかね、今年はうまくいったなどなどのね感想が一つあるわけですけど、だからそういう意味では9月末はね試験が待っているわけですね、百姓にとってはね、我が農園もそうなんですけども。ということで以上です。今日はもうヘロヘロでした。それではまた。